こんばんは、水吉です。本日はですね、中韓関連のですね、ニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、中韓に対する感情悪化、共に親しみ感じず、過去最高、内閣調査ということでですね、こちらは時事通信が12月20日に配信しているんですけども、記事を見てみますとですね、内閣府が20日に発表した外交に関する世論調査によると、中国に親しみを感じないと答えた人は、どちらかというと感じないとの回答を含めると、前年比 2.4 ポイント増の 83.1% に上ったということで、まあ、この、中国に対しては 83.1%、顕著というお考えをお持ちなんですね。これはちょっと驚きましたね。まだその日本人というのは結構中華料理が好きっていうことで、まあ中国でも知られてまして、日中友好ということで、まあ結構親しみを感じてる人が多いんじゃないかなと思ってたんですけども、やっぱり今の時代ですよね。まあ今の時代は本当に、中国が大きくなりすぎて、顕著っていう方が多いんですね。これはちょっと本当に私も勉強になりましたね。で、次はまあ韓国は、4ポイント増の、66.4%。なるほど。もっとあるのかなと思ったんですけども、意外に韓国に対しては、そこまで、悪くはなってないんだなという、これも驚きですね。で、これ一応1978年以降、調査開始から最高となったということでね。まあやっぱり時代ですよね。78年では私が生まれた年なんですけど、昭和53年ですよね。いやー、時代は変わってるんだなと思いましたね。で、中国に戻りまして、中国はやはりこの、最近の尖閣諸島の、中国海警の船がですね、悪さをしてたりとかですね、サンゴ密漁とか、そういったことで、本当にイメージ悪いですよね。日韓関係はその竹島問題とか、慰安婦歴史認識ということで、パククネのおばさんが、ガタガタ言ってますので、イメージが悪くなってるということで、本当に、今の時代背景を、表した結果だなと思いますね。で、この逆にですね、日本との、関係が良好との回答は、米国が 80.6%、インド 55.1%、ロシア 21.3%、で、親韓派の人は 12.2%、親中派が 5.3% ですね。ですので、本当にこの韓国、中国、特定アジアですよね、本当にイメージが悪くなっているということが、伺えますね。ということで、いつも嫌韓、非韓三原則とか言ってますけども、中国に対してもちょっとあまり関わらないとか、そういった方がいいのかもしれませんね。関わった方がメリットがあるっていうのは本当にそうなんですけども、やっぱり警戒した方がいいですよね。で、中国は日本との関係の他にですね、いわゆる南沙諸島とか、フィリピンとかですね、ベトナムあたりと、領土問題を抱えてまして、悪さばっかりしてるんですよね、中国っていう国は。ですから、今は中国にお金が、結構行ってまして、米国も警戒してますよね。香港のデモとかありましたけども、あれも、黒幕はアメリカじゃないかという声もありますよね。ということで、ちょっと、中国は警戒した方がいいですね。韓国はですね、大した国じゃありませんので、これまで通り私は嫌韓の風を吹かせていくということと、あと中国はもう、2015年、来年ですよね。来年にちょっとその、バブル崩壊の危機じゃないかというふうに言われてますので、これもちょっと来年どうなるのかなという感じですね。韓国はいいですね。非韓三原則、非韓五原則を守っておけば、特に問題ないんじゃないかなと思いますね。もちろん竹島問題とか領土の、ことは、言っていかないといけませんよね。悪さばっかりしてますからね。泥棒ですよ、本当に。ということで、ちょっとこの結果驚きましたんで、県中県間の風を吹かしていた方がいいんじゃないかなと思いました。はい、本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。